とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。性能は置いといて、見た目が好きなランキング、やってみてくださいということですね。昨日は武器ランキングを行きました。今日は、見た目が好きな防具ランキングですね。これ、性能は置いておいて、見た目だけということですね。では、トップ5行きましょう。それでは、第5位から行きます。第5位は、これ、フルメタルアーマーですね。この全身をしっかりと包まれている、この強固な防具みたいな、これが大好きですね。ただ、これ、見た目だけじゃなくって、性能も抜群にいいんですよね。最近ほんとこればっかり使ってます。第5位です。それでは見た目が好きな防具、第4位いきます。第4位は、これ不気味なゴーディアンですね。イベント装備となっております。入手はね、確かハロウィンの時に入手できたと思うんですけども、これは見た目が可愛いよね。口からなんかね、炎みたいなのが出てて、これが大好きです。ただね、能力も良くって、ウィザーのアーマーと同じ能力を持ってます。いいのが出れば、めちゃくちゃ使えると思いますよ。見た目も大好きです。第4位。続いて、第3位です。第3位はこれ。大釜のアーマーですね。これはね、頭の上で何か棒がぐるぐると回ってる。このエフェクトが可愛らしい。イベント装備ですね。これも確かハロウィンで入手できたと思うんだけども、この装備も最高に可愛いよね。第3位です。そして、見た目が好きな防具ランキング、第2位です。第2位、これ、空腹の恐怖ですね。4位、3位、2位と、ちょっとイベント装備ばっかりで申し訳ないんだけども、やっぱりイベント装備は、かっこいいよね、かわいいよね。この空腹の恐怖、最初、一番最初のイベントで入手できたやつで、それ以来、入手はできておりません。もう見た目がね、いいよね。この赤と黒の感じがとても好きです。ただ能力値としてはそんなによろしくはありませんけども、もうこの見た目だけで十分ですね。一つは持っておくといいと思います。今は入手できないけどね。それでは見た目装備第1位です。これ、英雄のアーマーですね。このね、もうまさに勇者っていうような感じ。これが大好きです。もう勇者のアーマーも好きなんだけども、やっぱりね、この英雄のちょっと黄色が入ってる色、これが好きなんですよ。まさにヒーローっていう感じで、素晴らしく好き。で、これは性能が素晴らしいので、探してるんですよ。出ない！全く出ない。もう数ヶ月ずっと探してるけども、いいのは一向に出ませんね。今一番欲しい装備です。これ、英雄のアーマー。はい、ということで今日は性能は置いといて、見た目が好きな防具トップ5やってみました。イベント装備を入れると、やっぱりどうしてもね、イベントがね、入ってくると思うんだよ。絶対可愛いからね。で、ちょっと悩んだんですけども、まあ一応同じ防具なので、入れることにしております。こんな感じです。で、昨日武器ランキングもやりまして、明日は見た目が好きな弓ランキングやります。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。